拍が吹いても剥げない国産仏壇、輪島式仏壇店の永田光輝でございます。今ありがたいことにですね、麻生郡小国町からご来店いただきました。なんと3度目のご来店でご注文いただきました。実はですね、やはりよその熊本の仏壇も全部見て回ったよとおっしゃられました。ただやっぱりお宅の仏壇は日本の職人の手作りだよねって、はい、もう山本が丹精込めて作っておりますと。ですからやっぱせっかく買うならやっぱ日本の職人の方が仕事は丁寧だよねってことでですね、当店に決めていただきました。まあはっきり言ってお宅はちょっとですね、予想よりは高かったと。まあそんな今でもあんま関係ない、前ほどの開きはないんですけどね、中国製仏壇も今人件費上がってますから上がってはおりますが、ただお宅の方がちょっと若干高かったかってねって。ただね、やっぱ名護を拝むとだけ、もうそれ考えたらやっぱ50年拝むと思ったらちょっといいのがいいよねって言っていただきました。もう本当にありがとうございます。あとですね、お客様の家の家紋をですね、ここのお上の方とですね、このお輪の方にですね彫り込んでおります。当店はですね、よこしょで、今このお客様はですね、このこれですね、丸にいおりもこうですね、このいおりというのは茶室という意味だそうですね。それに木工丸がついておりますね。この家紋をですね、こちらのように上の方につけてですね、これは丸に木工ですね。あとおりにも24金象眼で彫り込みます。この24金象眼で彫り込むのはですね、日本で当店だけのオリジナルサービスでございます。はい、ですからこのお仏壇はですね、お客様の世界で1本だけのオリジナル仏壇になります。はい、よろしくお願い申し上げます。本当に本日はご来店ありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。